あれはあで、これはこうで。あ、プロデューサーさん、お疲れ様です。いえ、私は大丈夫です。それより社長さんがお呼びでしたよ。あ、あれがあっちで。大丈夫です。忙しいけどワクワクしてるので。だってもうすぐシアターの記念日ですから。はい、いってらっしゃい。お疲れ様です、プロデューサーさん。相変わらず察しがいいね。今日君を呼んだのは他でもない、そう、シアターにおめでとう記念公演の話ですよね。今回はね、冒険、世界、ディスカバリーアース、そういった壮大なテーマでいきたい。アイドル諸君には7つの海を渡って世界各地へと渡ってもらいたい。世界中でイベントやミニライブ、配信などを行うのだ。そして大団円となる記念公演はそれらの集大成にふさわしい特別なステージで行う。どうかね。ファンからすると全部の現地リアタイは大変そうですけど、今は配信も充実してるからいいですよね。でもプロデューサーさんが一人でプロデュースするの大変なような。そこはスタッフやアイドル諸君の力も借りることになるだろうね。可愛い子には旅をさせろだよ。ちょっと心配ですけど、みんななら大丈夫ですよね、きっと。お疲れ様です。見てください。この素晴らしいプライベートビーチを。本当にすごいわよね。ハワイってだけでも感動ものなのに、プライベートビーチって上がる。パーフェクトなオーシャンビューです。ブルーはストレスを軽減してくれます。はあ。あら、ロコったら眠そう。時間はたっぷりあるから、寝るのも泳ぐのも自由よね。もう、プロデューサーくんたら硬いんだから。でも、言われなくてもそのつもりよ。はい、さっきもみんなで話してたんです。せっかくだし、いい経験を積んで帰らないとねって。にしては結構頑張ったわよね。きちんとアピールしてみせるから安心しなさい。
ングリーゾン。アドベンチャンネルの時間です。ナマステ。ここはインド、とっても暑いよ。後ろに見えるのはタージマハル。すごく豪華な建築だね。大理石でできた巨大な母廟です。世界遺産にも指定されているんですよ。立派です。遠い昔、ムガル帝国の王が亡き妃のために建設したとか、なんとロマンチックなことでしょうか。王様はお妃様をとても愛していたんですね。それが今もこんな形で残っているなんてすごいです。ところで、高根様はインドに来て印象深かったところなど何かありますか？気になったところとか。はい、私が一番気になったのはやはり食でしょうか。カレーにも様々な種類があり、すべて美味しそうでした。桃子、辛いと食べられないかもって思ってたけど、辛くない食べ物もたくさんあるみたい。楽しみだな。寒い、寒いよ。プロデューサー、つながった。だってせっかく寒さの本番アラスカに来たじゃん。じゃあ寒さを楽しまなきゃ。お許しない。メガミちゃん、大丈夫ですか？アリサは大丈夫じゃないです。でもでも、寒さに震えるアイドルじゃん。貴重、可愛くてアリサは大好きです。ヘアちゃん、みんななんでそんなに寒いの？トモキ全然平気だぞ。マキ、さすがだぞ。いや、さすがで片付けていいことなの、これ。いくぞ、まずはめぐみからだ。うわ、こら、たまき、うわ、負けてられるか。どうでしたか？
客席かなり盛り上がってくれてたみたいですよ。プロデューサーさんの名刺は持ってますけど、ドイツ語が喋れないしな。うん、言葉なんかどうにだってなるだろう。ほら、ちょっと貸してくれ。ヘイ、DJ！ This is a business card? そうそう、うちらのボス。 OK OK、ダンケシェン。ジュリアちゃん、すごい。ほとんど勢いだけでコミュニケーション取っちゃってるわ。さすがジュリアね、度胸があるっていうか、こういう場所に慣れてるからなのかしら。ライブハウスとか確かに似た雰囲気ですもんね。にしても海外なのに尊敬しちゃうな。私なんか入る時の年齢確認で慌てちゃったもの。ダメね、堂々としなきゃ。グーテンタック。皆さん、こんにちは。今回のナヌコベロアドベンチャンネルはサハラ砂漠よりお届けしています。とっても暑いんですけど、夜はすごく寒くなります。みんな体調管理には気をつけようね。はい、体調管理大事、命あってのものだね。だぞ。みずきん、モノダネって何？モノマネのこと？ラブです。アミさん、モノダネとモノマネは違います。でも、私のモノマネ、とっても似ています。グー。ところで、サハラ砂漠のサハラというのは砂漠という意味だそうです。じゃあ砂漠砂漠ってこと？へんてこっしょそうだね。さて、私たちの体力も限界なので戻ります。それではまた。ちょうど飛行機乗るとこですよ。そんな、なんでもないです。めっちゃワクワクしてますから。だってハリウッドやで。ハリウッド。そうよね、エンターテインメントの本場ハリウッドでイベントや配信ができるなんて夢みたいだもの。私、昨日はうずうずしちゃって全然眠れなかった。お目目パッチリ。ハリウッドでやりたいことたくさんある。ちはやさん、写真たくさん撮ってね。え、もちろん
いい写真がたくさん撮れそうね。あかねちゃんも全然眠れなかった。というかむしろ寝ずに作業があってね。ふっふっふ、人聞きが悪いにゃ。ただちょっとあかねちゃん人形の販路を広げるための下準備をね。知れませんが、あちらに漢方のお店がありますね。お肌にいいものがあれば欲しいです。それになんかいい匂いがする。天心かな。お茶と天心で夜ご飯にするのはどうですか。翼ちゃん、ナイスアイディアですね。台湾に来たら天心を食べなくては始まりませんから。お土産を買っていきますよ。いろんなお茶や美味しいものも。じゃあ早速行きましょう。あっちの路地から楽しそうセンサーが反応中。探索開始です。サボケで眠いの。もうお休みしてもいい？ミキちゃん、ダメなのです。今寝てしまったら時差ボケは永遠に治らないのです。辛いけど頑張るの。みんな、ミキが寝ないように応援しててね。私は逆に目がバッチリ覚めてしまったべさ。ニューヨークってなまら都会だね。でしょ、ひなた、半端ないよね。まあ、あたしにとっては庭みたいなもんだけどさ。
見てください、すごかったんですよ、アンコールワット。世界ってすごいですな。こんな迫力のある遺跡、なかなか見れるものではないです。アイドルとしての成長につなげる？ももあ、ミヤちゃん長考に入っちゃった。アンコールワット、カンナも欲しいな、アンコール。マミも欲しいな、アンコール。つかむぜこの手でアイドルのワーク、チェキヤー。ほわ、マミちゃんラップかっこいい。カナも返すぜ、確かなアンサー。カナにリスペクト、カンボジアにリスペクト。世界は広い、地球は丸い。ナムコプロアドベンチャンネル、今日はクルーズ中の船の上からのお届けです。見てください、どこまでも続く水平線、とっても綺麗でずっと見てても飽きないです。船内にはジャグジーもありますのよ。私たちにふさわしい豪華客船ですわ。今日はスペシャル企画があります。この船内で写真を撮って皆さんに国際郵便でプレゼントします。それでは早速、のりこ、かわいいポーズをなさいまし。え、ちづるさん、なんで私は。もういいけどさ、こんな感じ？恥ずかしい。でも旅先の恥はかき捨てって言うからね。もう一丁。私ももっと勇気を出さなきゃ。こんなポーズで、ナムコプロアドベンチャンネルはこちら、イギリスの湖水地方からお届けです。すっごく素敵なところだよね。自然が豊かで花も水もキラキラしててヤッホー。ねえ、志保はここに来るのずいぶん楽しみにしてたみたいだよね。何か思い入れとかあるの？はい、ここは私の好きな絵本の舞台だったので一度来てみたかったんです。へえ、絵本か。そう言われてみればなんだかメルヘンな感じがする場所だよね。ですよね、本当に作品の中に入り込んだみたいで、
まさか仕事で来られるなんて。うん、草の陰からウサギさんがぴょっこり顔を出しそう。私も隠れておこうかな。憧れのお仕事って勉強になるもんね。集大成ライブに向けてたくさんのことを得て帰ろう。ここは、え、宇宙空間？なぜ？ナムコプロアドベンチャーネルの時間です。今回は宇宙からお届けしてます。宇宙まで来て仕事するなんてアイドルってすっげーよな。地球は青いね。まんまるでかわいい。大切な大切な星だよ。あの、ここは本当に宇宙なのですか？いろいろとおかしいのでは？うん？いや、どっからどう見ても宇宙だろう。な、弥生。はい。ロケットでパビューンって気持ちよかったです。遠くまで来ちゃったね。でも、どこに行っても絶対にみんなのところに帰るから待っててね。プロデューサーさん、寂しかったんじゃないですか？みんな離れ離れになってしまって。まあ、ちっとも寂しくなかったんですか？そんな風に思っていたの、私だけだったのかしら。私たちをしっかり送り出してくれてありがとうございます。世界を見て回ってこうして帰ってきて、アイドルとして一皮むけたかもなんて。私も海外はちょっと怖かったけど、たくさんの人の優しさに触れて勇気をもらいました。アイドルじゃなきゃこんな機会なかったと思います。だから本当にありがとうございました。まさしく大団円だったね。年甲斐もなく感動してしまったよ。みんな本当に頑張ってましたもんね。いけない、最近涙もろくてダメね。
音無先輩、ハンカチをどうぞ。ありがとう、美咲ちゃん。あら、美咲ちゃんも泣いてるじゃない。はい、ハンカチ。わあ、ありがとうございます。ハンカチの交換になっちゃいましたね。うん、世界を舞台にした一連のアプローチ、その集大成にふさわしいステージだった。この成功はアイドル諸君と君の努力の結果に他ならない。本当によくやってくれたね。ステージに立つアイドルのみんな、心なしかいつもより堂々として見えた気がします。もしかしたら世界各地を飛び回っていろいろな経験をしてきたからかもしれませんね。シアターからみんなを送り出すのは寂しい気持ちになっちゃったりしましたけど、でもそれだけの意味があったのかもですよね、プロデューサーさん。もちろん我々ナムコプロはまだまだ止まらない。君、これからも最高のプロデュースを頼めるかね。わあ、おっきな返事。うむ、これからも期待しているよ。それは私のセリフだよ、おとなし君。取らないでくれたまえ。